次に日本共産党議員団を代表して堤幸子議員の質問を許可します。堤議員、皆さんこんにちは。代表質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。日本共産党を代表し代表質問させていただきます。新型コロナウイルスの感染が拡大しています。市民の皆さんの不安が少しでも解消できるよう職員の皆さん力を合わせて頑張っていただきたいと思います。それでは通告に従って質問させていただきます。1、はじめにについて、括弧1、市民の暮らしの現状と選ばれる町について、市長は1期目の4年間で選ばれる町の流れを作り、2期目に入った昨年9月から重点施策などの具体化を進め、枚方は良くなっていると市民が実感できるよう取り組んでいくと言われています。しかし国では昨年10月に行われた消費税 10% への増税で家計消費は前年比で2ヶ月連続のマイナス、景気動向指数は4ヶ月連続の悪化、日銀はの世論調査では個人の計量感が6期連続で悪化し5年ぶりの低さに落ち込みました。さらに社会保障費の自然動の圧縮による毎年度の特性により、年金、医療、介護など各分野で負担増と給付減が強いられ、市民生活を直撃しています。枚方市でも地域の小売店の閉店が目立つようになり、この間世界中で拡大を続けている新型コロナウイルスの影響が地域経済にも影を落とし始めています。これから暮らしの厳しさが増すと不安に感じている市民も多いのではないでしょうか。市長は市民の暮らしの現状をどう思っているのかお伺いをいたします。前例踏襲や異なかれ主義を打破し挑戦する自治体への変革を進めるということですが、どのような自治体運営をしようとしているのかお伺いします。括弧に、大規模な機構改革と市民の視点についてです。大規模な機構改革に取り組むとして部の廃止、移管、再編を行う予定ですが、これまでも機構改革が行われるたびに市民からはどこが担当なのか分かりにくいといったご意見が上がっています。例えば平成29年度に健康部の事務文書から高齢者福祉に関すること、介護保険に関することをそれぞれ移管し、長寿社会部にしました。今回また健康部と統合し、健康福祉部にされる予定です。これでは市民が混乱します。市民の視点に立って、組織や仕事の最適化を図るのであれば、市民が組織の名前を聞いて、仕事内容が分かるようにすべきと思いますが、見解を伺います。また、今回の機構改革の一番の問題は、社会教育部を廃止することです。社会教育部を廃止するということは、枚方市が長い時間をかけて市民と共に作り上げてきた社会教育の町、枚方を無視することになります。枚方市教育委員会が社会教育に対する責任を放棄したと言わざるを得ません。社会教育部が必要ないとする根拠を伺います。2、重点的に取り組む8つの分野について、括弧1、SDGs の取り組みについて、所信表明で SDGs、持続可能な開発目標の誰一人取り残さないという理念を踏まえた取り組みを進めると言われています。任期中にしっかり進めようと思うなら、今回の市政運営方針で、それぞれの施策に SDGs の視点を入れ、関連づけた上で示すべきだったのではないでしょうか。今回、女性の視点を取り入れるとされ、育児や介護など、多くの女性が担っている現状を踏まえとあります。女性の置かれている現状をどう捉え、どういうつもりで取り入れようとしているのかお伺いをいたします。括弧に、子育て環境の充実についての丸1、子育て世帯への支援についてお伺いします。子育て世帯の転入が増え、保育所入所希望者も増えてくると見込んで、待機児童対策を取られているとのことですが、各保育所ではすでに定員を超える受け入れをしていただいています。現在も足りていないというわけですから、現状の対策では保育需要に見合ったものになっているとは思えません。市長は子育て世帯に選ばれる町として魅力向上をしていくのであれば、それらの効果となる転入者の増加も見込んでの対策を取るべきであると考えますが、見解を伺います。次に、丸2、子どもたちの困難課題解消への取り組みについてお伺いします。市政運営方針の中で子どもの情報の共有化を
さらに推し進めるとしていますが、現状の困難課題をどう把握しているのか、また具体的にどう課題を共有化していくのかお伺いをします。次に、3、子どもの成長を支える施策についてお伺いします。仮称、子どもを守る条例についてですが、まず、子どもを何から守ろうとしているのか伺います。また、市政運営方針では、条例を制定することで、子どもたちの成長を支える環境づくりを進めるとあります。具体的には、どのような内容の条例をイメージされているのかお伺いします。次に、3、教育環境の充実についての1、教育大綱についてです。教育大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針であり、市長が策定します。これからの枚方の教育が目指す指針となるものです。今回示された教育大綱案には、はじめにとして市長の価値観も記されています。最初にこの文章に違和感を覚えました。例えば、健康であることがあらゆる活動の基礎となること、生活をするために、必要な金銭を得るために仕事をしなければならないことという言葉です。生まれながらに病気や障害を持って生まれてくる人もいます。健康であることが全てのような書きぶりをされたら、どう感じられるでしょうか。本当につらい、悲しい思いをするのではないでしょうか。仕事をしたくてもできない家庭もあります。社会の支援に頼って生きている方たちもいます。市長はこれを読んだ人がどんな思いをするのか考えたことはないのでしょうか。教育大綱はすべての市民のみならず、国民が目にするものです。枚方の教育大綱の初めにある文章としては、ふさわしくないと思います。教育は最大の公共事業とも言われます。それは子どもは社会の宝だから、子育て、教育という仕事はみんなが関わり、社会、地域の力を結集して行うものだということを表した言葉です。教育大綱は市長が策定するものですが、個人の価値観を持ち込んだりすることがあってはならないと考えますが、市長の見解を伺います。また、今の社会が高い能力や技術を身につけたものが評価される一方、そうでないものとの格差がはっきりと分かれる競争の時代と、対立と分断を煽ったり、中学校を卒業したら二度と会えなくなり、何もしてあげられなくなるのであればと、不安や絶望を感じさせたりするようなことは、教育という仕事が持つ意味や、子どもたちに夢や希望を語り合うということとは正反対のものです。貧困と格差が続く社会の中で、不登校や虐待がなくならないなど、生きづらい状況があります。こんな時だからこそ、子どもや保護者、市民に励ましのエールを送り、共に力を合わせて頑張っていこうと、希望を語ることが大事なのではないでしょうか。市長は教育大綱を策定する際に何を大事にされたのかお伺いします。次に、2、未来への可能性を伸ばす教育についてです。進学修指導要領の実施を踏まえ、英語教育の充実と ICT 教育を推進していくとのことですが、現場の教師が十分に対応できる体制づくりが必要だと考えます。今後、学校現場で起こりうる課題について、どのように対応していくのか、また、放課後や夏季休業期間の学習支援については、民間事業者を活用するとありますが、具体的な内容をお聞かせください。次に、3、中学校給食についてです。中学校給食のこれまでの検証と課題整理を行うとして、モデル校による試験実施を行うということですが、給食費の問題など、保護者の理解が必要になると思います。当該校だけでなく、説明が必要と思いますが、今後の進め方について伺います。また、このモデル事業実施後、全員喫食に向けて、どのように取り組んでいくのかお伺いします。次に、4、支援を必要とする児童・生徒への取り組みについてです。市長の市政運営方針において、いじめの防止、早期解決に向けては、新たにスクールロイヤーを活用するとしていますが、スクールロイヤーとはどのような役割を果たすのかお尋ねします。また、不登校、引きこもり、児童虐待、子どもの貧困など、さまざまな問題を抱えている児童や生徒に対して、総合的に取り組みを進めるということですが、課題の把握や取り組みの方向性など、具体的にどう進めるのかお伺いします。併せて、これまでも要望しております、スクールソーシャルワーカーの増員についても、どう進めるのかお伺いします。
次に丸5、教育環境の整備についてです。学校トイレの洋式化については、これまでも要望してまいりましたが、令和5年までの整備を進めるということで、できるだけ早期にお願いしたいと思います。また、公立幼稚園についても、教育環境として教育委員会で進めていただきたいと思います。空調整備については、昨年の台風被害で改修された学校と、そうでない学校との差が出てきており、検証をしっかり進めていただきたいと思います。体育館への空調の整備については、これまで災害時の避難所になる場所でもあり、共産党議員団からも必要だと求めてきたところです。ぜひ早期に進めていただきたいと思いますが、いつ頃までの整備となる予定かお伺いします。次に、丸6、学校統合について。次に学校統合についてです。小規模校対策では、高陵小学校と中宮北小学校の学校統合について、取り組みを進めるとありますが、教育委員会は本年2月の文教委員協議会において、統合場所や統合時期などを示した実施プラン案を示されました。この実施プラン案は今後どのような手順で策定していくのかお伺いします。丸7、子どもの放課後についてお伺いします。子どもの放課後の取り組みについては、児童の放課後を豊かにする基本計画の中で、総合型放課後授業の試行的な実施と検証を行うと示されました。今回、仮称放課後キッズクラブとして、今年夏休みにモデル事業を実施するということですが、具体的にどのような内容になるでしょうか。また、放課後子ども教室のモデル事業は、審議会で行い、そこでの意見、第三者的立場からの評価もしていただいていますが、今回のモデル事業はどのように検証しようと考えておられるのかお伺いします。丸8、教師の多忙化解消の取り組みについて、多くの教師が過労死ラインを超えて働き、体調を崩し、休職せざるを得ないなど、多忙化を解消することは喫緊の課題とされています。公務支援システムの改修などで、多忙化の解消をされるということですが、教師が忙しく、子どもと向き合う時間が少なくなっている原因がどこにあると考えているのかお伺いします。2の括弧4、魅力ある都市基盤の整備についての1、枚方市駅周辺再整備についてです。選ばれる町としての評価を確かなものとしていくために、枚方市駅周辺再整備を進めていくとしています。本事業における令和2年度をどのように位置づけているのか、この間、計画策定が遅れた原因をどのように考えているのか、また3街区での市街地再開発事業について、魅力的な広域中心拠点の形成に向けて、引き続き取り組むとしていますが、具体的な内容として、行政サービススペースが5階、6階部分ということをお聞きしています。その面積などは示されておりません。市として魅力的な施設をどのように考えているのか伺います。次に、2、総合文化芸術センターについてです。総合文化芸術センターについては、指定管理者を選定し、開館プレ事業に取り組んでいくということですが、枚方の文化芸術を発展させていくという大事な役割をどのように果たしていこうとしているのでしょうか。また、開館に向けて市民との取り組みの進め方や、機運を高めていくための考えについてもお聞かせください。次に、3、氷ヶ丘地区の魅力創出についてです。氷ヶ丘の図書館は、外観ができ、地域の方々の期待がより大きくなっています。開館が待たれるところですが、図書館運営は指定管理者が行うことになり、残念です。枚方市で唯一、文館の単体施設であり、地域の方々の子どもたちに本を気軽に読ませたいとの思いが実り、できた図書館です。地域の方と、またその図書館で働く職員が共に育ててきた図書館といえる氷ヶ丘図書館は、指定管理者にでなく、直営で行うべきだったと改めて申し上げておきます。氷ヶ丘図書館と公園がリニューアルされることで、氷ヶ丘地区の新たな魅力を創出するとされていますが、どのように取り組んでいくのかお伺いします。次に、4、持続可能な交通の実現について伺います。昨年、共産党議員団で行いました公共交通アンケートには、高齢になり、バス停が遠く利用できない、乗り換えが多く経済的に大変、近くに利用できる公共交通がないなど、さまざまなご意見がありました。住んでいる地域によって、交通環境も違い、要望も違います。持続可能な交通の実現のために、
地域と共同によるモデル事業の構築を目指すということですが、具体的にどのような内容で、どのように進めていかれるのかお伺いします。次に、括弧5、産業・観光の活性化についての1、地域課題解決と経済発展についてです。産業・観光の活性化において、地域課題の解決や雇用の創出など、地域経済の発展の取り組みが重要と述べられていますが、特に中小の事業者の課題解決について、どのように考えておられるのかお伺いします。また、万博総合型 IR 夢洲周辺都市ミーティングの設立団体に参加することで、本市にとってどのようなメリットがあるのかお尋ねします。次に、2、観光施策とにぎわいについてです。枚方市の観光施策について、本市の幅広い関係者が参画する戦略的な観光地域づくりを進めるということですが、観光にぎわい部を作り、生涯学習や文化財、スポーツ振興と、それぞれの施策を枚方市の観光に生かしていかれるのだと思います。これまで体育協会をスポーツ振興のパートナーとしてきたわけですが、オリンピック・パラリンピックに2020に向けて、スポーツでにぎわいを作っていくことが求められ、これまで以上に協力して取り組んでいく必要があると思いますが、市長のお考えを伺います。次に、3、東部地域の活性化についてです。農業分野に意欲のある企業の参入への支援をしていこうということですので、地域の皆さんの意見も聞いて、より良い方向に進むよう取り組んでいただきたいと思います。また、新規就農者の定着への支援の取り組みも行っていただきたいと思いますが、市長のお考えを伺います。次に、括弧6、安全安心のまちづくりについての1、地域防災力と枚方市の役割について伺います。市政運営方針の括弧5、安全安心のまちづくりについて、自助・共助を核とする地域防災力の底上げに向けてと述べられておりますが、大阪北部地震、大型台風と災害が続き、市民の防災意識も高まってきたと思います。これまで公助の役割である枚方市の防災力向上のため、どう取り組んできたのか、また今後、地域への支援をどのように行っていくのか、お尋ねします。括弧2の括弧7、健康福祉のまちづくりについて、1、高齢者が安心して暮らすための取り組みについてです。健康で安心して生き生き暮らすことは、誰もが願うところです。しかし、高齢になると、なかなか思うようにいかないのが現状です。高齢者のお出かけ推進事業はありますが、先日も何人かにお出かけ推進手帳のことを聞きましたが、誰も知りませんでした。タクシークーポンへの交換など、新たな取り組みを検討されても、最初の一歩が周知できていない状況です。高齢者の外出支援のための交通運賃助成を廃止し、取り組んでいる施策が市民に周知されていないこの状況をどう考えるのかお伺いします。2、地域共生社会の実現についてです。市長は地域共生社会の実現に向けて、総合的横断的な施策展開を行うために、町内の組織体制を改変、充実しますとされています。具体的にどういう形で実現されようとしておられるのかお尋ねします。3、障害者施策についてです。令和3年の4月策定を目指すとされています、仮称手話言語条例については、当事者の方などの声をしっかり受け止めて、より良いものにしていただきたいと思います。今回、重度障害者支援の充実を図るとして、日常生活用具給付等事業の給付要件などを見直すということですが、具体的にどのような内容でしょうか、お伺いします。2の括弧8、多様な生活社会の課題解決に取り組むまちづくりについて、1、性的マイノリティに対する支援についてです。パートナーシップ宣誓制度や相談窓口の開設、コミュニティスペースなどの取り組みを進めてこられました。これからも当事者の声を聞き、必要な支援を行っていただきたいと思います。多くの自治体で性的マイノリティに対する支援が広がっている中、福岡市では LGBT をはじめとする性的マイノリティの当事者やその家族などが抱える課題解決を図るために、性的マイノリティに関する支援方針を策定しています。枚方市でもこうした方針を作り、進めていく必要があると思いますが、市長のお考えを伺います。2、平和のための事業についてです。3月に行われるはずの予定の平和の明かりが中止になり、残念ですが、現在の状況が収束したら、別の形ででも開催していただければと思います。枚
枚方市では子どもたちの平和教育もしっかり取り組まれ、平和の大切さを学んでいます。市政運営方針では平和首長会議の取り組みを進めるとされていますが、2020年までの平和首長会議行動計画には幅広い層の市民の意識の啓発として、被爆者国際署名と連携し、核保有国などに対し核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動を行う。なお署名は平和首長会議事務局が取りまとめ、 NPT 再検討会議などに際して国連に提出するとなっています。特に重点取り組み事項とされているこの行動について、枚方市ではどのように取り組んでいくのかお伺いします。3、多文化共生の町について、本市では多文化共生への取り組みとして日本語教室読み書きが開催されています。市政運営方針では多文化共生の町の実現に向け、外国人が理解しやすい優しい日本語で行政情報を提供するため局員研修などに取り組むとのことですが、この優しい日本語に取り組むことでどのような効果を得られるとお考えなのかお伺いします。また国家戦略特区の家事支援外国人受け入れ事業とは具体的にどんな内容なのか、市民にどのようなメリットがあるのかについても併せてお伺いします。4、環境問題の解決に向けた取り組みについて、環境問題の解決に向けた取り組みについてですが、市長は2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言を行い、脱炭素社会の実現に向けて取り組むと表明されました。地球温暖化対策の推進に向けて重要な取り組みだと思いますが、一方で台風や集中豪雨などの異常気象を引き起こす気候変動への関心が高まる中で、長崎県の壱岐市など地球温暖化対策の緊急性を訴え、具体的な行動を呼びかける気候非常事態宣言を出した自治体もあります。市としてこうした取り組みを行う考えはあるのかお伺いいたします。9、行財政改革について、1、信頼される市政運営についてです。市役所の業務改善では信頼される市政運営を確保するため、行政事務の実施に伴うリスクを低減する内部統制制度の構築とありますが、最終的には内部統制基本方針を作成していくことになると思います。そのことに異論はありませんが、それだけで今の不祥事が多発している枚方市役所は変えることができないと思います。そこで伺いますが、なぜこのようなリスクが多発しているのか、市長はそのために再発防止に全力を挙げると発言されてきましたが、一向になくならないこの原因をどのように考えているのかお聞かせください。2、職員数の適正化についてお尋ねします。ICT の積極的な活用などにより、スリムで機能的な組織体制への転換をさらに進め、総人件費 5% の削減を目指すとしています。しかし、実態は大阪北部地震のときに大きな役割を果たしたごみ収集業務の委託、民間委託や公立保育所民営化を行うことで、市役所職員を削減することです。民間委託や民営化で市民生活に直接関わる職員を機械的に減らすことは、市民サービスの低下につながります。まず、災害時に必要な職員数や、高齢化に伴って必要となる市民ニーズに応える職員数、また子育て支援に必要な専門職員の人数など、直営で必要な職員を把握し、市民の意見も聞きながら職員の適正数を検討すべきではないでしょうか。見解を伺います。次に3、公立保育所の民営化について伺います。公立保育所の民営化については、これまで待機児童対策のためという側面もあって進めてこられたと認識しています。これまで子育て環境の充実などに位置づけると言ってきた公立保育所の民営化が、とうとう行財政改革の中で示されるようになったかと思うと残念です。公立保育所がなくなると、子育てに悩む親や配慮を要するお子さんなどへの対応を含めたセーフティーネットの役割はどうなってしまうのでしょうか。また市政運営方針では今後の民営化について前例にとらわれず検討するとありますが、今のところ明確なビジョンも示されておらず、行き当たりばったりな印象を受けますが、見解を伺います。4、市立図書館3分室の廃止について伺います。氷ヶ丘図書館のリニューアルに伴い、周辺3分室を併設するということです。分室は文館から離れた地域にあり、地元の住民が利用してきました。
できた当初は子どもたちが多く利用し、今は子どもたちに加えて高齢者の方々も利用されています。身近なところで本に触れることのできる分室の役割は地域の方にとってこれからも重要です。そうした図書館分室の成り立ちと分室の役割についてどう考えているのか、また地域の宝である分室の併出について市長の思いについて伺います。3、終わりにについて、括弧1、新型コロナウイルスなど危機事象への取り組みについて、本市においても感染者が確認されるなど新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、行政が真っ先にすべきことは優先すべきことを決め、的確迅速な対応と情報提供です。このような状況の中、職員の皆さんには大変頑張っていただいていると思っています。これら職員を指揮するのはまさにトップである伏見市長です。市民の不安を解消し、混乱なく危機事象に向き合うことに関して市長はどのように考えているのかお伺いをしまして、1回目の質問とさせていただきます。伏見市長。日本共産党議員団を代表されましての堤議員の質問に順次お答えします。まず市民の暮らしの現状と選ばれる町についてですが、内閣府の2月月例経済報告では、景気の先行きについては緩やかな回復が続くことが期待されるが、新型コロナウイルス感染症が内外経済に与える影響に十分注意する必要があるとされており、今後も動向を注意深く見守っていかなければならない状況にあると考えております。自治体運営についてはさまざまな課題解決を図っていく上で、従来の考え方にとらわれず果敢にチャレンジしていく姿勢がこれまで以上に必要であると考えています。次に、大規模な気候改革と市民の視点についてお答えします。今回の気候改革は市民サービスの向上や行政課題への対応強化を図る観点から、健康福祉部門の再編や市長直轄組織の設置などを行う予定としています。また気候改革は市民にできるだけ分かりやすい組織名称となるよう、機能性や明確さといった点にも留意しながら実施するものですが、こうしたこととともに町内の案内板や広報平方等を通じて分かりやすくお知らせしていく考えです。次に、 SDGs の取り組みについてお答えします。 SDGs の取り組みについては、今後本市施策と17の目標との関連付けを行うこととしていますが、単に関連付けするだけでなく、市民とともに本市としての目指すべき到達点を定める取り組みも進める考えです。女性の視点を取り入れることについては、育児や介護、家事など生活のさまざまな場面において多くは女性が担っているというデータがあります。このことがジェンダー平等の実現に向けて課題の一つとなっているとの認識から、これまで以上に女性の視点を取り入れる考えです。次に、子育て世帯への支援についてお答えします。待機児童対策については、今年度中に策定する第2期枚方市子ども子育て支援事業計画において、子育て世帯の人口誘導策の効果も含め、今後5年間の保育需要を見込み、必要な入所枠を確保するものです。次に、子どもたちの困難課題解消への取り組みについてお答えします。子どもたちの困難課題につきましては、貧困、いじめ、児童虐待、引きこもり、不登校など町内の担当所管課は散在しており、ケースに応じてそれぞれの所管課が関係機関と連携し、情報を収集しながら責任を持って対応しています。個人情報保護の観点や、関係所管課が保有する情報管理手法や情報の範囲の整理など課題は山積するものの、子どもの情報をできるだけ一元的に管理し、組織間の情報共有の円滑化を図ることで適切な支援につなげていきたいと考えています。次に、子どもの成長を支える施策についてお答えします。近年、子どもたちの生命や
心身の発達に重大な影響を及ぼす子どもの貧困や児童虐待、いじめなどの問題が深刻化する中、こういった事案に対し、社会全体で子どもたちを守っていく必要があります。条例の内容については、子ども自身の主体性を育むとともに、行政や保護者、地域、関係機関などさまざまな主体により、子どもたちの育ちを見守ることの重要性などを示していく予定ですが、具体的には、児童福祉等に関する有識者や市民などで構成する枚方市社会福祉審議会子ども・子育て専門分科会へ諮問し、審議していただくとともに、子どもたちや地域の大人たちの意見を聞きながら検討していきます。次に教育大綱についてお答えします。ご質問の初めにの部分では、人の価値観は様々であることを私自身の価値観も含め列挙したものであります。また、教育大綱はこれまでの課題への対応をはじめ、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長できる取り組みを推進することを主眼に策定しました。教育大綱に掲げた内容の具体的な取り組みについては、今後策定する教育振興基本計画の中でお示ししていきます。次に、未来の可能性を伸ばす教育についてお答えします。英語教育や ICT 教育につきましては、新学習指導要領を踏まえ、すでに研究校を指定して実践的に取り組んでいるところです。こうした取り組みを通じて、学校における効果や課題を検証していくこととしています。次に、民間事業者を活用した放課後自習教室等については、小学生に対しては、より学習に特化した支援を行います。また、中学生に対しては対象校と対象学年を拡大するとともに、福祉部で行っている土曜学習教室の統合を検討するなど、より多くの生徒に参加機会を設け、学力向上を図っていきます。次に、中学校給食についてお答えします。モデル授業については、保護者への対応も含め、今後、詳細を検討していく考えです。また、モデル授業の実施を通じて、この4年間の中学校給食をさらに検証、分析し、課題の抽出及び解決につなげていきます。次に、支援を必要とする児童・生徒への取り組みについてお答えします。スクールロイヤーは、学校現場をよく知る弁護士であり、いじめの防止及び早期解決をはじめ、さまざまな課題に対し、法律面のみならず、社会福祉的側面から学校園を支える役割を果たします。子どもたちが抱えるさまざまな課題について、これまでのスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに加え、スクールロイヤーを活用したケース会議を実施するなどし、多面的な視点から解決を図っていきます。なお、スクールソーシャルワーカーにつきましては、国の動向を踏まえ、現在、段階的に増員しているところであります。次に、教育環境の整備についてお答えします。体育館の空調整備については、学習環境整備 PFI 事業が令和3年3月末で終了するとともに、更新の時期を迎えることから、その整備と合わせて検討を進めていきます。次に、学校統合についてお答えします。広陵小学校及び中宮北小学校の学校統合の実施プランにつきましては、今後、両校区において説明会を行い、保護者等の意見を踏まえた上で策定してまいります。次に、子どもの放課後についてお答えします。総合型放課後事業、仮称放課後キッズクラブ、モデル事業の内容についてですが、仮称放課後キッズクラブは、留守家庭児童会室などの既存事業と、新たな放課後子ども教室を効果的に連携、共同することで、各事業効果を高めようとするもので、令和2年度の仮称放課後キッズクラブモデル事業は、留守家庭児童会室と放課後子ども教室の2事業を核とし、運営手法等の検証を実施するものです。また、モデル事業の検証については、モニタリング等検証に必要な手法により実施します。次に、教師の多忙化解消の取り組みについてお答えします。時代の変化により、
現在学校が担う機能が多岐にわたっています。多忙化の要因としては文部科学省の調査結果から文書作成の事務作業や関係機関との連絡調整の対応など、また特に中学校に関しては部活動であると認識しています。それらの対処すべく様々な人材を配置したことにより学校運営は複雑化しています。このような状況を解消すべく ICT の活用をその一つの手法として推進するものであります。次に枚方市駅周辺再整備についてお答えします。枚方市駅周辺再整備については令和2年度は総合文化芸術センターの工事を着実に進めるとともに、丸三街区のまちづくりが目に見える解体工事の着手や現在民間活力の導入や財源確保などの観点から継続して検討を行っている市駅周辺再整備基本計画等の策定に取り組んでいく重要な都市であると考えています。また丸三街区での行政サービスの再編については枚方市駅前の立地を生かし、高齢者から若者まで幅広い世代の市民を対象とした行政機能を集約するとともに、民間のノウハウを活用しながら魅力的な施設を供給していく考えであります。次に総合文化芸術センターについてお答えします。令和3年秋の総合文化芸術センターの開館にあたり、開館プレ事業として本市文化芸術アドバイザーの企画事業等を開催していくとともに、センター開館後において多彩な文化芸術事業を数多く実施し、市民の文化芸術に触れる機会を拡充できるように準備を進めているところであります。また市内で活動されているさまざまな分野の文化芸術団体が垣根を越えて交流する仮称市民総合文化祭の開催に向けて、市内文化芸術団体との話し合いを進め、機運を高めていきたいと考えています。次に氷ヶ丘地区の魅力創出についてお答えします。町内連携はもとより指定管理者の民間ノウハウを生かしながら地域と連携した取り組みにより魅力創出に取り組む考えです。次に持続可能な交通の実現についてお答えします。地域と共同によるモデル事業の構築においては、交通に対する意識の醸成や機運の向上に向けて出前講座及び勉強会などを行うとともに、地域に合った地域主体型の交通を地域とともに考えていきます。次に地域課題解決と経済発展についてお答えします。市内の大企業中小事業者を問わず、いずれの業種においても人手不足が続いていることから、企業と若年求職者のマッチングの機会を増やすなど、市内企業の人手不足の解消を進め、市内産業の活性化につなげていきたいと考えています。また万博成長型 IR 夢島周辺都市ミーティングに参画することのメリットについてですが、この団体は大阪・関西万博や IR に関する取り組みなどを通じて、雇用をはじめとする経済効果等を最大限活用できるよう、民間企業や府内自治体が連携し情報収集や学ぶ場とするため設立されたものであり、それがメリットであると考えています。次に観光施策とにぎわいについてお答えします。枚方体育協会につきましては、本市と役割分担をしながらスポーツ推進を図っていきます。また今年開催される東京2020オリンピック・パラリンピックは、スポーツを通じて本市の魅力を国内外に発信し PR できるまたとない機会であります。こうした多くの人々が集うことができるスポーツイベントにおいても、枚方体育協会をはじめ各関係団体にも協力をいただきながら共に取り組みを進めていきます。次に東部地域の活性化についてお答えします。東部地域に限らず、本市での新規就農者の定着への支援につきましては、関係機関、団体等と連携して、新農法や IT を活用した農作業の情報提供を行うとともに、農業経営や補助拡大に関する支援を行っていく考えです。
次に地域防災力と枚方市の役割についてお答えします。本市では平成30年の大阪北部地震や台風21号時の対応における課題を検証し、枚方市地域防災計画や業務継続計画の見直し、また新たに災害時受援計画の策定に取り組むとともに、災害対策本部訓練等を通して計画の実効性を高めてきたところであります。また並行して枚方市総合防災訓練や広区自主防災訓練等を通じて市民への自助共助の啓発に努めてまいりました。今後地域での地区防災計画の策定が重要であると考えており、広区自主防災組織の会合に関係部署の職員を派遣するとともに、地域担当職員制度を活用し議論を重ねてもらいながら、地域の特性に応じた計画策定を支援していきます。次に高齢者が安心して暮らすための取り組みについてお答えします。高齢者の方々が自主的かつ継続的に外出されることを後押しできるよう取り組んでいる高齢者お出かけ推進事業につきましては、高齢者居場所へのポイント付与拡充や地域包括支援センターとの連携など、事業のさらなる充実に取り組んでいるところです。今後より多くの方に利用していただけるよう、引き続き魅力ある対象事業を展開するとともに、さまざまな機会を捉え、分かりやすく丁寧な事業周知を図っていきます。次に地域共生社会の実現についてお答えします。地域共生社会の実現に向け、今回の機構改革で健康、福祉、保健等に関わる部を一つとして、部の下に地域健康福祉室を設けることとしております。この室に指揮権限を与えることによって、健康福祉に関わる部署が持つ専門的知識、権能等を効率的、効果的に活用できるようになり、どこに相談に行けばよいのか分からない方に対する相談や、複合的な課題を抱える方に対する支援もスムーズに行えることとなります。次に、障害者施策についてお答えします。日常生活用具、給付等事業は、法に基づき市町村が地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業です。当事者やご家族からのご要望もいただく中、厚生労働省が示す要件該当の判断および適切な運用を図りつつ、紙おむつ等についてより生活実態に即した給付となるよう、要件等の見直しを検討しているところです。次に、性的マイノリティに対する支援についてお答えします。本市では、昨年3月の枚方虹色宣言に基づき、パートナーシップ宣誓制度をはじめとする性的マイノリティ支援に積極的に取り組んできているところです。性の多様性への理解促進については、現行の第3次枚方市男女共同参画計画にも記載していますが、来年度に計画の中間見直しを予定しており、その中で性的マイノリティ支援も含めて検討していきたいと考えています。次に、平和のための事業についてお答えします。平和首長会議行動計画に基づく具体的な取り組みの一つとして、被爆者国際署名と連携した核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動が展開されています。署名につきましては、市民の皆様の自発的、主体的な活動によるものというこれまでの考えに変わりはありませんが、人類の生存に深刻な脅威を与える核兵器の廃絶に向けた取り組みは重要であり、引き続き日本非核宣言自治体協議会および平和首長会議とともに、核兵器のない社会を目指す取り組みを進めます。この度、平和の明かりの他、複数の事業がやむを得ず中止となりましたが、今後においても若い世代の方々をはじめとして、すべての世代の市民の皆様に、平和について考えていただく機会を提供していきたいと考えております。次に、多文化共生の街についてお答えします。
外国人市民等にも分かりやすい言葉で表現した優しい日本語を使用することで、必要な情報をより多くの方々にお届けすることができると考えています。国家戦略特区の家事支援外国人受け入れ事業は、地方自治体等による一定の管理体制の下で、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国在留を認めるもので、家事の負担を抱える方々の活躍推進などにメリットがあるものと考えています。次に、環境問題の解決に向けた取り組みについてお答えします。近年、台風や集中豪雨といった気候変動の影響がすでに全国各地で現れており、こうした気候変動のリスクを低減させるためには、当事者としての危機感を持ち、取り組みを進めていく必要があることから、気候非常事態宣言の趣旨を含め、2050年、二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言を行ったもので、市民や市民団体、事業者と市が気候変動問題の課題や対策の必要性などを共有し、連携して地球温暖化対策に取り組んでいきます。次に、信頼される市政運営についてお答えします。不祥事を撲滅するため、再発防止に向けて、今までにもさまざまな取り組みを実施してきたところです。内部統制制度を導入することにより、さまざまなリスク要因を分析し、PDCA サイクルを機能させることで、リスク発生の低減に努めていきます。次に、職員数の適正化についてお答えします。将来にわたって質の高い公共サービスを提供していくには、ソサエティ 5.0 時代にふさわしい、より効率的に業務を行う体制整備を進めていく必要があります。これらの時代背景を踏まえ、スリムで機動的な組織へと転換を図りつつ、市民サービスを維持・向上していくため、セーフティーネットの観点なども踏まえ、行政が担うべき業務と民に委ねる部分について整理し、引き続き職員数の適正化を推進していきます。次に、公立保育所の民営化についてお答えします。公立保育所の民営化につきましては、今後も効率的、効果的に子ども・子育て支援を充実していくための財源確保を含めた必要な取り組みであると考えています。就学前の教育・保育施設にかかる枚方プランでは、公立施設の役割として、特に配慮を要する保護者や、支援が必要な子どもに対して、専門相談機関と連携しながら支援を行うことを示しており、民間の就学前施設と協調しながら支援していくことが必要と考えています。今後の民営化の具体的な取り組みについては、同プランに基づき、これまでの方針や手法にとらわれず、用法一体的な視点を持ちながら検討し、示していきます。次に、私立図書館3分室の廃止についてお答えします。図書館分室につきましては、市民からの図書館の設置要望等を踏まえ整備を進めました。開設当初は図書館利用の掘り起こし的役割を担っていましたが、7つの分館と中央図書館の整備により、利用圏域内の分室は役割を各図書館に引き継ぐ形で併設してきたところです。こうした経過も踏まえ、今後は新たな図書館サービスのさらなる充実を図っていきます。次に、新型コロナウイルスなど、危機事象への取り組みについてお答えします。これまで経験したことのない新たな感染症に対して、対策本部を立ち上げ、いち早く市民の不安の解消に向けて、ホームページによる感染予防対策等の情報提供や、地域への掲示用のチラシの配布など、市民への周知を行うとともに、専用の電話相談窓口を開設しました。この度の感染症については、市政の重要な危機事象と捉え、当初から新型インフルエンザ等行動計画に準じて、市を挙げて対策に取り組んでいるところです。一昨日、初めて感染者が確認された際は、直ちに市民の不安解消のため、ホームページで視聴メッセージを発信しました。今後も国、府、関係機関と連携し、スピード感を持ってリーダーシップのもと、
町内一丸となって全力で取り組んでいきます。奈良教育長。はい。次に大規模な気候改革と市民の視点についてお答えいたします。今回の気候改革ではスポーツ振興や文化財保護行政について教育の枠を超えて市の関連施策と一体的総合的に推進していくため市長部局に移管することとしており、これに伴い社会教育部を再編するものですが、成人教育や青少年教育活動の育成など社会教育の取り組みは引き続き教育委員会において所管する考えです。堤議員。はい。それぞれご答弁ありがとうございます。2回目の質問と要望させていただきます。はじめについて、市民の暮らしの現状と選ばれる町については質問です。市長は従来の考え方にとらわれず果敢にチャレンジしていく姿勢が必要と言われていますが、厳しい暮らしの中でさらに負担を強いられる市民の方が大変なのではないでしょうか。枚方市をさらに良い町にしたいと職員とともに思いを積み重ねるのなら、現場で働く職員の声をしっかり聞くべきですし、市民の声にも耳を傾け安心して暮らせる町を目指すべきと考えますが、見解を伺います。次に括弧に大規模な気候改革と市民の視点について質問させていただきます。社会教育部が廃止されても市民の自主的な活動や学習への支援は社会教育委員会でしっかり行っていただきたい。公立幼稚園の所管も教育から市長部局へ移ります。これまで公立幼稚園が枚方市の幼児教育の核となり、研究や研修を推進し幼児教育の充実、子育ての充実が図れるよう教育委員会が支援してきました。今後の幼児教育の充実をどのように図っていくのかお伺いします。さらに今回廃止される保健センターの組織再編にあたり、保育士など実際に従事する職員の声は聞いたのでしょうか。また予防接種や健康審査に関わること以外に訪問指導に関することや慢性疾患時の療育指導に関することなども担っています。保健所と保健センターが共に担ってきた役割をどう考えているのかお伺いをいたします。次に重点的に取り組む8つの分野についての括弧1 SDGs の取り組みについては質問です。市長は昨年の9月定例月議会で目標達成に向けては公民を問わず多くの関係者との連携が必要となることから、シティプロモーション推進プラットフォームを活用し多くの関係者との連携のもと取り組みを進めますと答弁されていますが、 SDGs による持続可能なまちづくりを進める上で市民、地域、事業者、大学などと連携し目標設定、地域課題の解決などに取り組む組織が必要と思いますが、見解を伺います。次に括弧2の1、子育て世帯への支援については質問です。閉園される予定の佐田西幼稚園を活用して年度途中の保育ニーズに応えるために50人規模の待機児童用保育室を今回開設するとしていますが、これによって年度途中の保育需要に十分対応でき待機児童の解消ができる見込みなのかお伺いをいたします。また佐田西幼稚園を活用して施設類型では認可外保育施設のなる待機児童用保育室の設置によって南部地域の年度途中の保育需要に対応していくというなら、佐田西幼稚園そのまま活用して認可保育所として待機児童の解消に対応するべきであったと思いますが、見解を伺います。次に ② 子どもたちの困難課題解消への取り組みについては要望とさせていただきます。子どもの情報の共有については教育、福祉、健康などさまざまな情報があり個人の人権にも関わります。情報の管理をはじめ慎重な対応を行うよう要望します。また子どもたちを取り巻く環境は変化し多くの課題を抱えています。枚方市では子ども総合相談センターで一人親の相談や家庭児童相談などを行っていますが、子どもや育児についての問題、特に児童に対する虐待問題が増加している昨今、児童相談所の需要がますます高まっていると思います。設置に向けての検討を要望させていただきます。
次に ③、子どもの成長を支える施策については質問させていただきます。他の自治体でも子どもを虐待から守る条例や子どもを犯罪の被害から守る条例などが制定されています。枚方市ではもう少し広げた視点での条例になるということですが、制定を進める中で子どもたちや地域の大人たちの意見を聞きながら検討するということですが、やはりより多くの市民に意見を聞いて進めてほしいと思います。条例制定の背景には、子どもの貧困や児童虐待、いじめなど子どもや子育て家庭を取り巻くさまざまな課題があるとのことですが、その中で、ひとり親家庭の環境についても、子ども貧困問題との関連性が深く、効果的な支援が必要だと考えます。ひとり親家庭に対しては、18歳までの子どもに医療費助成が行われていますが、所得制限が設けられていることから、ひとり親家庭医療費助成を受けることができない子どももいます。現在15歳までの子ども医療費助成、これ18歳まで拡充すれば、所得に関係なく、すべての子どもたちが安心して医療を受けることができます。子ども医療費助成を18歳まで拡充するなどの経済的な支援について、市長の見解を伺います。次に、2-3、教育環境の充実についての1、教育大綱についてです。は要望します。すべての子どもたちが夢と希望を持って成長できる取り組みを推進することを主眼に策定したということですが、残念ながら全く感じられません。10年前と比べて、子どもたちが学校で過ごす時間は大幅に増え、放課後に学校や地域で遊んでいる子どもたちの姿を見る機会も減っています。子どもたちから自由な時間と遊びが大きく削られています。そうした中でも子どもたちは懸命に頑張っています。一方、格差と貧困が広がる中で、保護者は必死に子どもたちを育てています。今求められているのは、こうした子どもたちや保護者を応援していくことです。生活を安定させ、子どもたちがゆとりを持って安心して学習できる環境を作ることです。支援が必要な子どもが増え、不登校や虐待がなくならないなど、生きづらい状況が増えています。こんな時だからこそ、子どもや保護者に励ましのエールを送り、共に力を合わせて頑張っていこうと希望を語る教育大綱であってほしいと思います。市民の皆さんに誤解を与える内容については削除を求めます。次に3、教育環境の充実についての2、未来への可能性を伸ばす教育について質問です。福祉部で行っている土曜学習授業教室は対象が重なるなどの課題があると思いますが、あくまで福祉的な目的で行われているもので、統合にはその点も十分配慮し、慎重に検討してほしいと思います。英語教育や ICT 環境の整備などを進める一方で、子どもたちが安心して授業を受けられる環境や教職員のゆとりを持った丁寧な対応も必要です。そのためにも、1クラス35人の学級編成を進めることが求められていると考えます。その必要性について、市長のお考えを伺います。次に3、中学校給食については要望です。中学校の全員給食については、昨年度導入に向けての実施手法が示され、計画策定に向けて取り組まれる予定でしたが、延期になっています。モデル事業を行い、さらに課題の抽出をし、解決につなげるということですが、いつになったら実現できるのか、全く不透明です。市長の公約でもありますが、保護者の中にはさまざまなご意見もあります。安心でおいしい給食、枚方の給食の質を落とさず、実現に向けて慎重に検討していただくようにお願いします。4、支援を必要とする児童・生徒への取り組みについては要望です。スクールロイヤーはあくまでも学校を支えるもので、保護者との間に入って、学校の代理人とならないようにするべきです。また、子どもたちの問題解決に大きな役割を果たすスクールソーシャルワーカーの配置については、早期に増員を進めていただきますようお願いします。次に5、教育環境の整備については質問です。災害は待ってはくれないし、夏の猛暑も続きます。体育館への空調整備、ぜひ早期にお願いします。また、学校プールの民間施設を活用した水泳力の向上と書かれておりますが、具体的にはどういうことなのかお伺いをいたします。6、学校統合について要望です。広陵小学校及び中宮北小学校の学校統合については、地域保護者の意見を十分に聞き、納得のないままに進めないようにしてほしいと要望します。7、子どもの放課後については質問です。2回目の質問です。総合型放課後授業として、
民間への委託が示されていますが、現状の留守家庭児童会室の支援員やアルバイトさんも集まらない状況です。子どもと関わる仕事ですので、支援員の質も問われてきます。民間に委託すれば、そうしたことが解決し、運営できると考えている理由を伺います。現在、保育需要が増える中で、留守家庭児童会室の希望者が年々増加しており、慢性的な支援員不足、場所の確保ができない状況が続いています。こうした現状を解決することが先決と思いますが、見解を伺います。次に、丸8、教師の多忙化解消の取り組みについて要望です。学校現場が抱える多くの問題に加え、教育委員会が行う研修などが多いのも原因なのではないでしょうか。現場からの声を聞く体制を作って、課題の整理をし、多忙化解消に努めていただきますようお願いいたします。次に、括弧4、魅力ある都市基盤の整備についての1、枚方市駅周辺再整備については質問です。具体的な事業の内容を計画段階から市民にも知らせていくべきです。例えば、枚方のまちづくりの中でどのように位置づけているのか、市駅前に行政サービスとしてどのようなものを持っていくのか、その中で市民ニーズが高い、例えば子育て支援、パピオス、明石にあるような明石子育て支援センターや、また図書館などを設置していくのかどうか、こうしたことを示すべきです。市駅前サービスの再編について、市民に対しての説明をどのように考えられているのか、市長の見解を伺います。次に、2、総合文化芸術センターについては要望です。開館前の今が大事な時です。指定管理者だけでなく、枚方でこれまで文化団体の方と今まで一緒に努力したことも加えて、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。次に、3、氷ヶ丘地区の魅力創出については要望させていただきます。氷ヶ丘地区は若い方の転入者も増え、活気のある町となっています。氷団地が来てからずっと住み続けている市民の皆さんも、この地域が大好きです。住民の皆さんと共により魅力のある町づくりを進めていただきたいと思います。4、持続可能な交通の実現について要望させていただきます。持続可能な交通の実現に向けて、住民参加で行うことが大事だと思います。住民と共に課題を出し合い、解決に向けて取り組むことが必要です。岐阜市では市民参加で総合交通政策を作り、コミュニティバスや交通不便地域の解消などを行っています。地域コミュニティづくり、公共交通、安全を利用できない、公共交通を利用できない人たちの外出機会の確保、すべての世代、すべての地域の問題と捉えて、職員が地域に入って、しっかりと取り組んでいただきますように要望します。次に、括弧5、産業観光の活性化についてです。1、地域課題解決と経済発展について、意見をさせていただきます。万博成長型 IR、夢洲周辺都市ミーティングに参画することのメリットについてご答弁をいただきましたが、必要については全く理解できないと申し上げておきます。次に、2、観光施策とにぎわいについても意見です。これからが大事な時です。体育協会とこれまで通りパートナーとして体育協会を支援し、環境を保障していく責任があります。この点、よろしくお願いいたします。3、東部地域の活性化について、枚方市内でも農業に従事される方が少なくなってきました。新規就農者の方々の支援に、ぜひ力を入れていただきますよう要望します。6、安全安心のまちづくりについてです。1、地域防災力と枚方市の役割については要望です。地域での地区防災計画の策定については、現状では地域の取り組みにも温度差もあり、策定にも差があります。ぜひ職員が丁寧に地域に入って支援し、取り組みの差をなくして、早期の策定を求めます。次に、7、健康福祉のまちづくりについて、1、高齢者が安心して暮らすための取り組みについてです。事業のさらなる充実に取り組んでいるということですが、利用する高齢者にほとんど知られていない状況を把握されているのでしょうか。
中途半端な取り組みしかできないのなら、外出支援とは言えないのではないでしょうか。高齢者の願いである交通運賃の補助助成こそ復活するべきと改めて申し上げておきます。次に、丸2、地域共生社会の実現については質問です。北部支所の健やか健康相談室を、仮称健康福祉相談センターとして、今後、市内の拠点整備のあり方について検討されるとのことですが、気軽に相談できる地域の拠点こそ必要だと思います。これ以上、先送りをしないで進めていくべきと思いますが、見解を伺います。次に、丸3、障害者施策についてです。障害者への支援として、紙おむつの支給要件の見直しを検討されているとのことです。紙おむつなどは、先天性の肢体不自由の人に現在支給されていますが、中途障害の方への給付の拡充、ぜひお願いします。また、知的障害の人にも拡充できるよう、国にぜひ要望を挙げていただきたいと思います。また、これまでも要望してきましたが、重度障害の方への日中一時支援事業の加配を復活してほしいと思います。枚方市は重度障害者への支援として、日中一時支援事業の共同行動援護加算をなくしてしまいました。加算があっても利用しにくかった重度障害者が、加算がなくなったことで、さらに利用できなくなっています。誰でも安心して暮らせる町にするためにも、ぜひこの点、よろしくお願いいたします。括弧8、多様な生活社会の課題解決に取り組む町づくりについてです。1、性的マイノリティに対する支援については要望です。パートナーシップ制度に取り組む自治体が増えています。引っ越しをしても同じ支援が受けられるように、自治体間でぜひ連携を図って取り組んでほしいと要望します。2、平和のための事業についてです。署名をするかしないかは個人の自由ですけれども、平和首長会議の取り組みを進めるというなら、市民の意識の啓発をして、行動計画実行するべきです。枚方市から平和を発信していただきたいと思います。今年が最終年の計画となっています。ぜひ取り組んでいくべきと求めておきます。3、多文化共生の町については質問です。外国の方を受け入れることになると、生活への支援が必要になると思いますが、その生活支援体制についてお伺いをいたします。4、環境問題の解決に向けた取り組みについては質問です。市長が行った2050、2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言において、気候非常事態宣言の趣旨が含まれているということですが、こうした地球温暖化対策を推進していくためには、広く市民や市民団体、事業者に取り組みを周知して、活動の輪を広げていくことが重要だと思います。宣言に基づき、市としてどのように取り組んでいこうと考えておられるのか伺います。次に、括弧9の行財政改革についての1、信頼される市政運営についてです。再発防止に向けて取り組みをしてきたとのご答弁でしたが、だったらなぜなくならないのでしょうか。原因をしっかり把握するべきです。職員が自治体の本来の役割である市民の福祉向上を目的に、一つになって職務を行う環境を整備するべきです。市民のために最先端で働く職員の意見、現場の声がしっかり反映される組織運営をすること、やりがいを持って働くことができる運営が必要ではないでしょうか。見解を伺います。2、職員数の適正化については意見です。職員数の適正化については、どの職場にどのくらいの職員がいれば、市民サービスを低下させることなく業務ができるのか、市民に分かりやすく示して、市民ニーズに合っているか検討するべきです。人件費の削減だけを考えて削減するべきではありません。次に3、公立保育所の民営化についてです。は意見です。公立の保育所がどうなっていくのか、用法一体的とは、ということは公立の幼稚園にも検討に入るのか、具体的に示されないまま検討されていくのは納得できません。明確な計画もなく進めていくのでは、保護者も安心して預けられません。日本共産党議員団では、これまでも一貫して公立保育所の民営化には反対してきました。保育の質の低下への懸念と、支援が必要なお子さんにとっては、公立保育所の役割は重要と、これまで何度も言ってきました。子どもの貧困や虐待などが社会問題になっているからこそ、今だからこそ公立保育園の役割は大きいんです。これ以上の公立保育所の民営化は、
行うべきではありません。4、私立図書館3分室の廃止については質問です。図書館分室の閉室に対し市民の方から昨年度に続き存続を願う請願が提出されています。策定された図書館分室の見直しに関する基本的な考え方には、新たな氷ヶ丘図書館の開館を見据え地元などと協議を進め、平成30年度までに具体的な見直し計画を策定するとされています。この間担当者による説明会などは行われていますが、市長は地元の方と直接協議をされていません。市民の方々の声を直接聞いていただけないかお伺いをいたします。月に3終わりについての1、新型コロナウイルスなど危機事象への取り組みについては要望です。市民の皆さんの不安が少しでも少なくなるようにぜひ頑張っていただきたいと思います。新型コロナウイルスの感染が広がる中、市民の皆さんの暮らしにも不安が広がっており、暮らしやなりわいを支える施策が必要と考えます。商工業者の皆さんからは廃業の危機を訴える声が上がっており、新型コロナウイルス関連の市の支援相談窓口の設置をし、融資に対する保証料、利子補填などの取り組みを実施するなど対策を取るように要望します。また客足や注文が激減した飲食店、また中国からの資材供給ストップして業務ができない事業者などに対して国民健康保険料の減免など緊急の対応措置についてもお願いいたします。そして家計の主たる生計者がパートやアルバイトなどの臨時雇用者で、生活費の減少が見込まれる低所得者に対して生活支援金の給付事業の創設も求めます。この危機を乗り越えるために力を合わせて市民の暮らしを守るといった自治体の役割をしっかり果たしていただきますよう要望しまして、2回目の質問と要望とさせていただきます。伏見市長。以上。堤議員の2回目の質問にお答えします。まず市民の暮らしの現状と選ばれる町についてですが、より良い町づくりを目指し、今後も市民ニーズを的確に把握するとともに、職員との議論も積み重ねながら取り組みを進めていきます。次に大規模な気候改革と市民の視点についてお答えします。市民の自主的な活動や学習への支援は、教育という枠にとらわれないより幅広い視点で充実を図っていく考えです。また幼児教育については関係法令に基づき、今後においても教育委員会と市消部局が密な連携を図りつつ、それぞれの必要な役割を果たしながらさらなる充実を図っていきます。健康福祉保険等の組織改編につきましては、国の地域共生社会実現に向けての考え方を踏まえ、所管する関係部署の職員が課題認識を共有しながら、より望ましい組織について検討を行ってきたところです。こうした検討結果も勘案し、気候改革を行うこととしたもので、今回の保健センターについてはこうした考えのもと、地域健康福祉室に再編するものですが、引き続き地域保健法に基づく位置づけのもと必要な役割を果たしていきます。次に SDGs の取り組みについてお答えします。 SDGs については、市民や事業者、大学などさまざまな主体において取り組みに向けた機運が徐々に高まっていると感じています。本市としては多様な視点、意見を踏まえた目標の設定や具体的な取り組みを進める必要があると考えていることから、シティプロモーション推進プラットフォームの活用を図りながら、全庁的な取り組みとして進める考えです。次に子育て世帯への支援についてお答えします。佐田西幼稚園閉園後、待機児童用保育室を設置することで、南部エリアでの待機児童は解消できるものと見込んでいます。今後、さらに保育提供区域ごとに待機児童用保育室を設置し、通年の待機児童ゼロに向けて着実に取り組んでいきます。また待機児童対策については、第2期枚方市子ども子育て支援事業計画における確保方策により達成できるものと考えていますが、本市では潜在的な待機児童も含め、
通年での待機児童ゼロを目指しており、待機児童用保育室の設置により解消していきたいと考えています。次に、子どもの成長を支える施策についてお答えします。子ども医療費助成制度の18歳までの拡充については、多額の財源を必要とするため、引き続き国や大阪府へ制度創設や補助金 増額の要望を行い、合わせて財源確保に努め、子育て世代への医療に係る施策について検討を進めていきます。次に、未来への可能性を伸ばす教育についてお答えします。少人数学級編成については、学年によっては一定の成果があると考えられますが、小学校5年生以上の35人学級編成については、学力向上などにおいて効果検証が必要であり、人材確保や財源など課題も大きいと捉えています。次に、健康もとい、教育環境の整備についてお答えします。市内のほぼすべての学校でプールが老朽化してきている状況であり、修繕費や維持管理経費等、相当な費用が必要となります。こうした状況の中、子どもたちがより専門的なスタッフによる指導を受けることができる民間の施設の活用を進めていきます。次に、子どもの放課後についてお答えします。民間委託の考え方ですが、総合型放課後事業の運営を民間事業者に委ねるにあたっては、児童と関わる姿勢、運営ノウハウの有無等を検証した上で、必要な事項について使用を定め、専門的な知識、技術に備えたスタッフを要する事業者を選定していきます。また、引き続き現状での課題解決に取り組むとともに、総合型放課後事業を進めるにあたっては、子どもたちの健全な育成に留意しながら、安全が第一に確保できる事業スキームの構築に取り組んでいきます。次に、枚方市駅周辺再整備についてお答えします。市駅周辺再整備にかかるさまざまな検討については、熟度を高めているところであり、各街区の特性や地権者などの取り組みに応じて内容が異なっています。異なっていますが、適宜その内容を議会にお示しするとともに、広く市民にお伝えするため、ホームページで情報提供を行っていきます。次に、地域共生社会の実現についてお答えします。今般の気候改革により、本町に健康、福祉に関わる総合相談窓口を新設するとともに、現在の健やか健康相談室、いわゆる北部リーフでも、従来の機能に加えて、福祉に係る相談も行えるようにしていく考えです。今後、こうした相談窓口でのニーズや内容等を分析し、地域で必要とされる機能を見極めながら、地域拠点の整備の在り方について検討を進めます。次に、多文化共生の町についてお答えします。在住外国人等に対する支援体制についてですが、他の行政機関や事業者、外国人支援に取り組む団体等と役割分担を行いながら、本市の国際化に関するさまざまな取り組みについて、実施状況等を集約し、施策を推進していきます。次に、環境問題の解決に向けた取り組みについてお答えします。地球温暖化対策を推進し、気候変動のリスクを低減させるには、資源やエネルギーの有効活用や、環境に優しいライフスタイルへの転換を進めることが重要であり、環境イベントなどさまざまな機会を捉え、継続的に気候変動に関する情報の提供や、普及啓発活動を行っていきます。次に、信頼される市政運営についてお答えします。職員のやりがいにつながる組織運営の観点から、メリハリのある給与制度の推進や、プロジェクト型組織への意欲ある職員の登用、挑戦に対する評価の仕組みづくりなど、今後もさまざまなモチベーションの維持、向上につながる環境整備を進めていきます。次に、私立図書館3分室の廃止についてお答えします。図書館東郡分室の存続については、ご要望いただいていることや、
その内容については確認させていただいております。また、地域行事の際などで存続を求めるお声も聞かせていただいております。堤議員、はい、ありがとうございます。3回目は意見要望です。1はじめについて、括弧1、市民の暮らしの現状と選ばれる町についてです。市民ニーズ、どのように把握するのでしょうか。この間、市民意見を聞くためのパブリックコメントの実施の際に、広報で市民に知らせる前から実施していたり、年末年始といった時期に行ったりと、より多くの市民から意見を聞こうという姿勢にはなっていません。多くの市民の声をしっかり聞き、暮らしや地域の課題を的確に捉えて、施策に生かすことが選ばれる町になるために必要なのではないでしょうか。今年に入って、新型コロナウイルスの拡大で、市民生活も市内経済も大きな打撃を受けることが予想されます。こうした状況を的確に捉えて、手立てを打つことが求められます。どこの自治体もやっていないのなら、枚方が一番手になる、今まさにその時ではないでしょうか。職員とともに市民が主人公の枚方となるように取り組むべきと求めておきます。次に括弧に、大規模な気候改革と市民の視点についてです。今回気候改革で社会教育部がなくなることになり、これまで市民と職員が築き上げてきた社会教育の街を根底から崩してしまうことになり、市民の理解を得られるとは思えません。今回、大規模な気候改革に取り組まれるわけですが、ご答弁では、所管する関係部署の職員が課題認識を共有したと言われていますが、現場からは戸惑いと不安の声が上がっています。保健センターの位置づけは引き継ぐとしていますが、市民にも馴染みが深い保健センターという名称は残すべきです。また再編することで、専門的な機能や役割が低下する懸念があります。また今回、中央図書館についても社会教育からもちろん外されるわけですが、本来中央図書館の位置づけを明確にして、専門職の官庁をしっかりと置くべきです。これでは司令塔としての役割も果たせていません。さまざまな問題を含む今回の機構改革撤回を求めておきます。2の重点的に取り組む8つの分野について、括弧1、SDGs の取り組みについてです。シティプロモーション推進プラットフォームには、現在20余りの事業者が登録をされ、意見交換もされていると伺っています。SDGs の取り組みについても活用が広がるように周知をしていただいて、より多くの提案へと広がるような取り組みをしてほしいと思います。貧困、ジェンダー、平等、健康、福祉、教育、環境など、17の項目がある SDGs には、誰一人取り残さないを合言葉に、何ができるのかを考えて取り組んでいく必要があります。枚方市として、できることは何かを考え、しっかり進めていただきたいと思います。次に、2の括弧に、子育て環境の充実についての1、子育て世帯への支援についてです。保育所に入れない方にとって、待機している間の保育所があるのは助かると思いますが、待機児用の保育所に入っても、空いたら認可保育所にすぐ移らなければならなくて、子どもにとっては負担になると思います。佐田西幼稚園の待機児用の保育所、ここ改修するなら、やっぱり認可保育所として、しっかり待機児の解消を図るべきと改めて申し上げておきます。次に3、子どもの成長を支える施策についてです。ひとり親の皆さんの中には、非正規雇用で働かざるを得ない、緊急時に収入を得る環境にない、養育費がもらえないなどの方もおられ、貧困率が高いのが現状です。貯蓄も厳しい世帯が多いということですので、今回の感染症など、急に収入が途絶えた場合に支援ができるよう、子どもの医療費助成の拡充、これぜひお願いしたいと思いますが、これだけでなく、経済的な負担を軽減する施策を進めていただきますよう要望します。括弧3、教育環境の充実について、2、未来への可能性を伸ばす教育についてです。貧困と格差が広がり、子どもの置かれている状況も変わっている中、学校現場では学級崩壊やトラブルが増えています。教師が対応しきれない状況も見られます。少人数学級編成は1クラスの人数が減り、
一人一人に目が行き届く教師の人数が増えるなど、子どもたちにも教師にもゆとりのある学習環境が保障できます。35人学級編成早期実現を強く要望します。次に丸5、教育環境の整備についてです。学校からも学校プールの修繕以来大変多く出ています。今後民間施設を活用していくとしても、使っている間は必要な修繕、これはぜひ進めていただきたいと思います。また民間施設の活用を進めるにあたっては、保護者学校現場の意見をしっかり聞いて十分な検討をするように求めておきます。次に丸7、子どもの放課後についてです。今回新型コロナウイルスの拡大に対応し、学校は休みですが留守家庭児童会は実施になりました。民間に委託されていなかったので迅速な対応ができたのではないでしょうか。現場は大変と思いますが、子どもたちのために頑張っていただいています。民間への委託については保護者や市民の意見も聞いて、委託ありきで進めることのないように求めておきます。次に括弧4、魅力ある都市基盤の整備についての丸1、枚方市駅周辺再整備についてです。状況をこのまま市民に知らされないまま町づくりが進められているのは納得できません。しっかりと市民にしっかり情報を提供し、町づくりは一緒に進めていくことが重要だと求めておきます。次に括弧7、健康福祉の町づくりの丸2、地域共生社会の実現についてです。地域健康福祉室を設け、総合的な相談などに応じることができるということですが、結局担当者で対応しきれず他に回されるということでは困ります。いつまでも北部に1カ所の相談窓口ですが、こうした相談窓口早期に各所に設けて市民サービスの向上を図ってほしいと要望します。次に括弧8、多様な生活社会の課題解決に取り組むまちづくりについての丸3、多文化共生の町についての要望です。ご答弁では外国の方への生活支援など具体的にどうしていくのかがよく分かりませんでした。毎日の暮らしや病気になった時の対応、また今回のような事態の情報提供など、お困りのことに対しての支援しっかりと行っていただきたいと要望します。次に丸4、環境問題の解決に向けた取り組みについてです。地球温暖化対策を推進するためには、市民一人一人が自主的積極的に取り組みを推進することが重要だと考えます。今後さまざまな機会を捉え普及啓発を行っていくということですが、枚方市の2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言についても、市民にはまだまだ十分に周知されていないと思います。地球温暖化対策の取り組みと合わせて、この宣言の趣旨などについても市民に分かりやすくしっかりと周知いただきますよう要望します。次に括弧9、行財政改革についての丸1、信頼される市政運営についてです。市民に信頼される市役所とは市民に寄り添うことです。困っている市民に手を差し伸べること、そして一緒に困難を乗り越える市役所です。そのためには上司に評価されることだけをとする評価制度はやめるべきです。市民のために汗を流す職員がしっかりと報われる制度に改めるべきです。市長のための市役所でなく、市民の利益を最優先にする市役所にすることが市民に信頼される 市役所だと意見として申し上げておきます。次に括弧9の丸4、私立図書館3分室の併設についてです。地域の行事の際に存続を求める声を聞いたということですが、じっくりと地元の思いを聞いていただいたわけではありません。なぜこの分室を残したいのか、なぜこの子どもたちのためにと思って頑張っているのか、その思いをぜひ直接聞いていただきたいと強く要望いたしまして、私からの質問は終わります。以上です。ありがとうございました。これにて堤幸子議員の質問を終結します。